はい、こんにちは、海坊主です。今日のね、ファーミングシミュレーター22なんですけど、まあまたね、収穫の季節を迎えました。だけどね、大きく変わったことがあります。何かというと、お金がやたら増えてると思わないですか。あれなんですよ、あの衣服がね、すげえ高額なったんでね、100万ユーロぐらいで売れましたね、1年分貯め込んだら。それによりね、さらに追加投資をしてます。まあとりあえずね、ここが衣服関係のあれですけど、まあここは前回も建ててたかな。でテイラーショップが3軒の宝石工場が4軒なってますよね。だけじゃないんですよ、ほらこっち見てください。何かっつったらね、新しく建物建ててるんですよ。こちらはね、あの精油工場とスーパーマーケットを立ち上げました。あの今までね、農夫の庭に売りに行っていたと思うんですけど、まあこれでね、ここにスーパーマーケットを建てたことにより、ここでのその衣服とか他のもののね、販売ができるようになりました。でなおかつ、ここ精油工場をね、また再び立ち上げたので、キャノーラ油を作ってね、それをそのままここで売るっていうことができます。で今回何をやるかっつったらね、ついにこっちの畑も買っちゃいます。もう買えるだけのお金があるのでね。でこっちの畑を買うことにより、まあ穀物関係もやろうかなっていうことで、あそこにあの穀物工場を建ててます。それによりね、穀粉を作って、その穀粉をね、またこのスーパーマーケットで売ろうじゃねえかと本当にサプライチェーンがね、どんどん整ってくって感じですね。はい、って感じでね、本日もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずはね、とりあえず綿の収穫でしょうね。衣服をね、大量に作ったことにより、結構ね、もう綿がなくなってるんでね。でもうここはね、綿専用の畑にしちゃおうかなと思ってます、こことあっちは。で他でね、どんどん広げていってね、そのキャノーラとかひまわりとか、あとはね、根菜関係もね、手を出してみようかなとは思ってます。まあ結構手間なんですけどね。あとはサトウキビも面白そうかなって感じですよね。そう、サトウキビもね、19の頃にちょろっとやろうとしたんですけど、あまりにもね、めんどくさそうなんでね手出さなかったんですよね。まあそうやってね、新しいことにもチャレンジしてね、どんどん農場を拡大していこうじゃないのかと。で畑ばっかり買ってもしょうがないんでね、農機具の方もね、じわじわ増やしていったらいいかなって感じかな。はい、ってことでね、ここ43番の畑も購入しますね。それによりね、ここの区画48のコース以外で、まあ、全部自分で手に入れることができたかなって感じです。まあ後々ね、この48もね、購入してね、ここ一角をね、全部海坊主農園にしちゃおうかと、そういう感じです。はい、43番購入しましたね。それによりね、収穫の方もね、進めていきましょう。こっちはトウモロコシか。最初にね、キャノーラのね、収穫から始めますか。でトウモロコシはね、コーンヘッダー、またレンタルするか。まあお金があるんでね、コーンヘッダー買うのもありですかね。はい、じゃあキャノーラの収穫、こっちは行きましょう。微妙、あ、大丈夫か。はい、トラクターの方はね、まだ増やせてないんですよね。まあそのうち増やしていきたいなとは思ってるんですけどね。で後々はね、畑の区画を丸々潰してね、なんていうんですか、あれするのも面白いかもしれないですね。あのビニールハウス群を作るのも、要はまた農夫の庭にね、トマト売りに行かな、野菜関係も売りに行かなくて済むのでね、そう、全部ここで売り払うことができるので、まあビニールハウスまた始めてもいいのかなという感じはあります。はい、これはね、ちょっとこっちに待機させておきましょう。
はい、プランターはね、一番馬力のあるやつに引かせるためにね、ちょっと待機させておきましょう。で、これもね、今のところ改良してね、馬力をね、300馬力オーバーにしてるんでね、これで繁殖期を引かせる感じにしましょう。あ、これ違う、カルティベーターか、これは。とりあえずね、いろいろね、作物を増やしていけばね、そのうち、あれもね、家畜もね、飼いやすくなるって感じです。なのでね、また豚小屋を作るためにね、いろいろ作物をね、増やしていきましょう。はい、これでね、繁殖期はこいつに引かせるようにしましょう。しかし、この平らにするのって意外と難しいですよね。理由としてはね、この道路との段差とかそういう兼ね合いもあるんですよね。そう、意外とだからそういうところが難しいなって感じ。ある程度はね、この段差とかは容認しなくちゃいけないのかなって感じですよね。アングルとか。はい、こっちの収穫機の方はね、まだまあもうちょっとでストロールできるか。こっちの方ももう 70% か。意外とね、量取れそうですからね。で、全部ね、そこのね、精油工場に行けばキャノーラ油にしてくれますからね。で、後々ね、ひまわりとかオリーブ作った時もね、そこの工場に納入できる感じになると思うんでね。で、そっちもね、コーンヘッダーを買えばひまわり作れるんですよね。だからここでひまわり油作るのもありなのかなとは思うんですけどね。まあまあまあ、ちょっといろいろ考えてみましょう。それかね、もう穀物系にしてもいいかもしれないですね。小麦粉とか大麦とかで穀粉にして売れも高いだろうし、まあちょっとね、いろいろね、本当に夢が膨らむって感じですかね。しかしね、本当にね、衣服のね、利益が半端ねえこれはね、本当にね、もうオートローダーないと凄まじくめんどくさいんですよね。だからオートローダーを入れられる人だったらすごくおすすめ。こんなに利益上がるのっていうぐらい上がりますね。収穫機もね、新しいの欲しいんですよね。まあそこら辺はね、安売り出てきたら考えるって感じで進めていこうかな。5割引きぐらいで買えますからね。4割引きとか定価で買うのと大違い。だって間違いなくね、新車2台買ったらね、割引のやつ3台買えますからね、同じ価格帯だったら。だからできる限りね、割引を使っていこうかなと思います。でね、とりあえず最初の1杯目はね、早々に納品しときます。そうすればね、もう生産始まってくれるだろうから。あ、てかもう、そういえばあれか、前回ここの畑を買ったの、購入した時にあったね、キャノーラをすればぶち込んでたんですね。あとトレーラーとね、でかいトレーラーとトラック買ってもいいかもしれないですね。そうするとね、運べる量が増えますからね。はい、こっちの方もね、多分そろそろできたんかなと思ったけど自動投下オンにしてなかったんですね。じゃあ自動投下オンにしましょう。はい、じゃあ拾いに行きましょう。もうね、ほとんど残ってないと思うんですけどね、宝石工場の方は。こっちの方もね、今のところ問題なく動いてくれてますね。はい、これでね、とりあえず在庫投下ですね。はい、待ちましょうって感じです。はい、今割引されてるやつはね、やっぱりそんな都合よくコーンヘッダーないですよね。なんだかすげえおっかなそうな機械ですけど、これなんすかねまあいいや。そのうちね、羊、まあ俗に言うウールをやりたいんでね、草をね、生産しなくちゃいけないんですけどね。普通の草と干し草と2種類必要なので、
まあ草関連もね、そのうち買い揃えていけたらなって感じだと思います。まあよく使うやつがわかんねえんだったら、ここでね見ればね、だいたいこういうのが必要なんだよってのがわかりますからね。干し草だったらこういう感じでね、まあ単純にこれひっくり返すやつかとか、まあいろいろありますよね。ベール作るやつとか、まあベール作るのはいらないかなって感じですけど、で草自体はね、この飼料コンバインなんかでね、ザーッとやっちゃってもいいですからね。草刈り機でやるのもいいけど、ただの草を刈り取るだけだったらね、こっちのが手っ取り早いですからね。高えけど、でもこれはこれでね、あれなんですよ、このポプラやるときにもね使えるんですよね、飼料コンバイン。まあポプラやったことないんでね、そのうちポプラもチャレンジしてみたいですよね。あ、もう止まってる止まってる。やっぱりね、新しいカッターはね、早いですね、でかくなってる分。圧倒的な作業時間で、こっちにかまけててもね、あっちは勝手にやってくれてるんでね。だから結局麺の収穫を考えてるとね、他に全然手広く広げてもね、全然問題ないんですよね、まだ。でちょうどね、麺の時期とこちらのキャノーラの時期がね、全く同じ期間なんで、それはそれで楽なんですよね。まあそう考えるとね、ある程度お金になるまではその組み合わせでやってもいいのかなとは思うんですけどね。要はあの衣服の販売とキャノーラ油の販売だけでね。いや、こっちもキャノーラでいいのかな、もしかしたら。まあでもね、一応コーンヘッダーは買っときましょう。まあどこら辺のサイズを買うかってことなんですけどね。そうですね、とりあえずはこっちを買っときますか。多分これで大丈夫でしょう。はい、こっちはまだまだですね。やっぱりね、カッターの幅が狭いんでね、時間はかかりますよね。もうこっちはね、意外といい感じになってきてますけど、じゃあそろそろね、繁殖期の方もスタートさせますか。ってことで、やっぱりキャノーラで行きたいと思います。